はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、ヴァンパイアデッキ、こちらのねデッキをご紹介していきたいなと思います。めちゃくちゃ難しいんですよね、ヴァンパイアって。結構効果がいろいろ複合的にね絡んでくるんで、かなり難しい部類に入ると思うんですけども、だから俺のね脳みそではね回せないっていうデッキのタイプですね。なので好きな人はいるんじゃないかなと思うんですけど、新パックでねこのダークネスギミックでかなりいっぱいヴァンパイアモンスターが追加されまして、でこの新しいモンスターたちをいっぱい入れてデッキ組んできました。ですね、まず新しいモンスターからご紹介していくんですけれども、基本的にヴァンパイアのね動かし方っていうのはあまり変わってなくて、ゴズキとかデスサムライこの辺のモンスターで剣族とか使い魔を墓地に送って、でその剣族とか使い魔の効果でね特殊召喚墓地からできますんで、墓地からして、で魔法トラップをサーチしたりモンスターをサーチしてきて、そのモンスターたちで戦うっていうデッキなんですけど、まずこのデューク・サライエさん、デューク・サライエって言っても分かんないかみんなおじさんしか知らないみたいな、このヴァンパイア・デュークっていうモンスターなんですけども、召喚と特殊召喚に成功した場合どっちも効果ありまして、召喚に成功すると墓地からヴァンパイアを特殊召喚できるよと。なんで、デュークでデュークを釣り上げてランク5っていうこともできるし、デュークで、剣族とか使い魔を釣り上げて、効果使うっていうこともできますと。で、さらに、特殊召喚に成功したら、このカードはグレイスみたいな効果を持ってるんですよね。デュークの効果で特殊召喚に成功したらカードの種類を宣言すると、魔法トラップモンスターみたいなの宣言して、相手は宣言された種類のカードを1枚墓地に送ると。だからトラップカードをね宣言して相手の墓地を送らせれば狡猾の落とし穴を腐らせることができたりとか、あとこのエンパイアの効果でね、エンパイアは相手のデッキからカードが墓地に送られると、ヴァンパイアを墓地に送りながら相手のカードを破壊できるよっていう効果なので、これと組み合わせて使っていくみたいな感じで、ヴァンパイアデュークの特殊召喚方法は結構たくさんありまして、例えばシフトですね、ヴァンパイアシフト、これエンパイア張りながら墓地からヴァンパイア特殊召喚できるんで、デュークを特殊召喚すると妨害が1妨害構われると。だから手札にねデュークがある場合はね、結構ね先行でゴズキとかデスサムライとかで剣族落として、剣族の効果でデューク切りながらシフト持ってくると1妨害が一応構えられます。でこれ特殊召喚に成功した時の効果が、突起できるパターンの効果なんで、タイミングを逃します。結構タイミング逃します。シフトにサイクロンとか打たれるとかあるんで、そういう時だけ注意してくださいっていう感じですね。で新しいモンスターで言うとこれですね、レッドバロン、めちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強い。これ1ターンに1度1000ライフを払って、相手のフィールド上のモンスター1体とこのカード以外の自分のフィールド上のヴァンパイアモンスター1体を、コントロールを入れ替えますと、永続的に。だから相手のめちゃくちゃ強そうなモンスターも1000ライフを払えば、なんかその自分以外のヴァンパイアモンスターと交換できるんですよ。めちゃくちゃこれ強くて、高校用に結構雑魚モンスターを特殊召喚視点に使い魔とか攻撃表示で特殊召喚しといて、でそれを送りつけて相手の強いモンスターはもらうみたいなこともできるんで、これめっちゃ強い。で、戦闘で破壊したモンスターをバトルフェーズ終了時に特殊召喚するっていう効果もついている。これ結構ヴァンパイアのモンスターとついてること多いですね。で、新しいモンスターってこれですね、ヴァンパイアソーサラー、これも結構強いんですよこのモンスター。このカードが相手によって墓地を送られると、デッキから闇属性のヴァンパイアモンスター1体か、ヴァンパイア魔法トラップカードを手札に加えるっていう効果がありまして、ヴァンパイアだったら何でもサーチできるということで、相手によって破壊される必要はありますけどね。で、墓地のこいつを除外すると、これね墓地除外の効果がめっちゃ強いんですけど、墓地のこのカードを除外すると自分はレベル5以上の闇属性のヴァンパイアモンスターを召喚する場合にリリースがなくなると。だからバンプオブヴァンパイアとかもこれ2体リリースしてますけど、普通だったらこれねリリースなくなるんですよ。だからこれでこれサーチしてきて、でこいつ除外してこれ出すとかできるんですね。これめっちゃ強いです。で、こいつはね、相手のモンスターパクれたりできるんで、装備できるんで、サクリファイスみたいな感じで、装備できるんで、めちゃくちゃ強いという感じですね。で、新規カードは、あと、ヴァンパイアアウェイクですね。これ、デッキからヴァンパイアモンスターを置いて特殊召喚できるよと。で、エンドフェーズに破壊されちゃうんですけど、特殊召喚した時の効果がね、強いんで、例えば、このデュークをね、デッキから特殊召喚して効果使ったり、剣族とか、使い魔とかを、特殊召喚して効果使ったりとかっていうことができるんで、これはなかなか強いかなっていう。感じです。で、ちょっとね、魔法トラップの対策札をね、入れてることもあったんですよ。サイクロンとかを入れてることもあったんですけど、なんか、やっぱ、なんだろうな、バックを除去を、する札を入れたいけど、枠がないし、土球部隊とかも入れたいし、みたいな感じで、ちょっとね、デッキが太りすぎるんだよな、このデッキ。初動札が結局、ゴズキとデスサムライなんで、一応、基本的には。一応、この、
ヴァンパイアデザイアもあるけど、まあこの辺のカードを引きたいので、なるべくデッキ枚数抑えたいんですけど、やりたいことが多すぎてこうなっちゃうんですよね。これかなり難しいですね、この辺の採用札は。で、エレコンは、まあ結構横に並べるのが得意なテーマなんで、割と強いかなとは思ってるんですけど、狡猾とかがね、結構ね、今やっぱり どうしても強い環境なので、だからその辺をどうにかしたくて、一応サイクロンとか入れてることもありました。結構ね、デッキ構築はいじりながら撮影してるんで、なんかその、デッキ入ってないカードとか出てくるかもしれませんけど、そこの辺はちょっとご了承いただければと思います。で、スキルレベルコピーにしてまして、これね、何ができるかっていうと、こうレベルコピーにすると、他にもね、バンデットとか昔から、相性良かったですし、あとレベル道長とかそういうのもあると思うんですけど、このね、レベルコピーにすると、先行にライノセバスが立てれるんですよ。これ、剣族特裁までいっぱいバーってモンスター並んで、召喚権が領域の効果で増えるんで、ランク6が立てれるんですよね。レベルコピー使うと、レッドバロンとか、スカージレットとか持ってきてね。で、ランク6、今回、エクサビートルっていうモンスターが追加されてまして、これ汎用エクシズなので、これちなみに、ネクロバレーとか処せるんですよ。一旦に一度このカードのエクシスを一つ取り除いて、自分か相手フィールド上の表か表示のカードを1枚ずつ選択して墓地に送るっていう効果あるんで、このネクロバレーとか墓地に送ることができるんですけど、これ昆虫族レベル6モンスターなんで、その上にライオセバスっていうのを重ねられまして、でこいつはフリーチェーンで相手のフィールド上のモンスターをぶっ壊せるっていう効果を持ってるんで、先行一妨害をさらに構えることができるんですよね、ライオセバスで。これが強いなと思って今回はレベルコピーにしています。はい、この辺はちょっといろいろやってみていただければと思いますが、かなり回し方難しいんで練習量が必要です。私はなかなか使いこなすまでには至っておりません。ぜひ皆さんも使ってみてください。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方リゾネーターか。いや、一個言っていいですか。ヴァンパイアデッキとかって回すの難しいんで僕苦手なんですよ僕苦手なんですよ、こういうデッキ回すの。ちょプレミしたらほんとごめんなさい、マジで。グーグルするデッキ苦手なんだよね。これはだからデューカルからシフトか、シフトにして、でこれで相手段1妨害を構えればいい。なんか結局でもね、あれなんだよね、サイクロンとか打たれて割と妨害になってないみたいな感じあるんで、あれなんですけど、しかもタイミング逃すね、デュークって。なんでデュークでタイミング逃すんだろう。時できるじゃなくてさ、場合できるにしてくんねえかな。マジでめんどくさいんだよな、この時できるパターン。まあ、とりあえずちょっとヴァンパイアシフトの効果。ファースト。さあ、ヴァンパイアシフトの効果。リゾネーターを引けていないマンか。さあ、デュークを特殊召喚して、デュークの効果を発動。さあ、これでお前はトラップカードを宣言することによって、狡猾な落とし穴を腐らせるという作戦だぜ。神の忠告なるほど。君はこれバックの方がいい気がするけどな、これな。バック抜く作戦。モンスターは別になんかあんまり大したことなさそうなんで、これでいいんじゃないですかね。でスカイマン落としまして、でバゴーンっていく月の書。よし、いいカードを抜いた。わー、サイクロンも来た、いいぞ。でもう一枚サイクロンも、なんか何も光んねえぞ。いいぞ。これマジで狡猾なんじゃねえか、これ狡猾説。やはりな、やはり完全に読んでいるよし、これ待って、このデュークのさ、この先行妨害めっちゃ強いですね、これ。でデュークを墓地に送りまして、でしっかりと使えば出していく。でコウモちゃん効果発動。さあ、仮面ライダーナイトの効果によって、仮面ライダーレッドバロンを持ってくる。でレッドバロン、相手のこれ伏せカードはこれあれですかね、何ですかね、リゾネーターかなんかですかね。一回あれしますよ、これ効果発動しといてから、こうしといて、でバロンでパクります。バロンでパクってあのカード見よう。でとりあえずこの500っていうこの打点のやってぶん投げにいけ。いや、でレッドバロンの効果発動。1000ライフポイントを支払うことによってお前のモンスターと俺のモンスターを交換するぜ。ワイルドワインド強い、来た、神ゲー来たわ。これまんまバトルフェイス入ってぶん殴り勝ちだ。これ行くぜ、ふんほてい、お前のものは俺のもの、きた、めちゃくちゃ強いじゃん。相手若干ぶん回ってなかった感あるけど、このレッドバロンのなんか相手パクる効果めっちゃ強いんだね。相手の強いモンスターも全部パクれるんだよ。さあ、お相手
これデュークってさ、デュークってさ、これデューク・サライエがあれかな、モデルなんかな。デューク・サライエって知ってる？あのこうやって歩く、こうやって発動、あのなんかあの腕をさこう上に上げてさ、なんかその体をひねりながら歩くっていう人がいたんですよ昔。これおじさんにしか伝わんないかもしれないけどお願い、デューク・サライエウォークっていうデュークウォークみたいなのがあって、なんかそのダイエットにみたいなこと言われてたんですよ。わかんないか、デューク・サライエ。みんなモンスター効果、何してんだろうな今デューク・サライエさん。元気かな。なんかその今あの人は今何をしてるのみたいな番組あるじゃないですか。あれあのもし僕誰を選択するかって言われたらデューク・サライエかインリン・オブ・ジュイテです。インリン・オブ・ジュイテ、最近あのジャイアント・キラーっていうモンスターが追加されてインリン・オブ・ジュイテ懐かしいなと思って。これデザイアあるから、こうしてでエネパックスして、これはねエネパックが強いですね非常に。これでで相手の札をパクることもできちゃうっていう。でバンタイヤの剣属効果でスカイマ送るで、剣属効果でこれ領域かな、まあ、消火器今一回使ってるんで、まあ、多分増やした方がいいですよねこれね。なんでとりあえず領域持ってくる。で手札から剣属じゃなくて領域発動。まあでも月の書とか狡猾だと思うんですよね、まあ、サイクロンとかもありますけど伏せ大体ガイアってそんな感じなんで、とりあえず領域効果で使い魔効果でデューク・サライエ墓地送っていいのか。これはデザイアの方がいらねえか。これなんかこれなんかさ、どれを送っていいかよく分かってないんだけど、これでいい。で、使い魔効果、コウモリちゃん効果、コウモリちゃん効果で、バロンですかね、これバロンですかね、これアドバンス、これなんか破壊してでもね、走破するガイアも破壊したいんだよね。走破するガイア破壊したい。でもこれ言うてさ、全部でぶん殴ったら勝てんだよな。これむずいよな、これめっちゃむずいんだけど、どうすんのが正解だこれ。いやでもガイアの妨害は強いよな普通に。いやこれこうか、こうだな、こうが正解か。これが正解だろ。でバトルフェーズ入ったら効果つかなのかな。バトルフェーズ入ったら走破するガイアの効果でなんか何も効果つかないみたいな効果使えるのかなと思ったんだけど、でまあとりあえず竜騎士ガイアの効果使いまして、相手のこれ走破するガイア割っておいた方がいい気がするけどね。これねこれしたらさ、もう多分相手そんな安定的にね魔導騎士とか供給できないと思うんで。でそしてもういらないからヴァンパイアデザイア使って、でヴァンパイアデザイア効果でお前のモンスター墓地送らせてもらうよ。こっちだな。でこうでしょ、でこうよ、どうよ、どうよこの盤面除去能力。なんか結構俺もカードなくなったけど狡猾打たれてもさ、ここ残ってるの結構すごいよ。領域強化で2400のライフポイント回復させていただきます。よし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 、いいぞ。いやこれそんな簡単に突破できるんだろう。この盤面魔導騎士ガイアみたいな。オッケーオッケーオッケー、ソーサラ来た。デュークしかない、サライエしかない、ソーサラ召喚、狡猾はもうない。でバトルフェーズ入る。で油断するな、言うな。両方とも1500でしょ。だからこっちからぶん殴る。でこれ通ったら勝ち。月の章。なるほど。読書タイムね。でこうしてあと残り100。よし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 。あと残り100。でこっちライフ6400。いやこれは押してるぞ。これは押してる。これは押している。さあどうする。これだってさ1枚から展開できるの。魔導騎士ガイアと。うわー。やめてくれー。くー。来てモンスターを融
合召喚。厳しくなってきたか。なんかこれ1枚でそれ出されるとまた急に厳しくなるんですよね。リューマの騎士がいいやで、打点が上がるで破壊される。やばい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 ぞ。ああ、僕のレッドバロンか、僕のレッドバロンちゃんか。わあ、めっちゃ打点上がった。厳しいよ、助けて。これもサイクロン、まあ、サイクロンは割っておこうか。でもサイクロンは割っておく、サイクロンは割っておくで、相手のバックランですか、狡猾。なるほど。いやー、これ墓地から蘇生できんしな。これ守備表示にしとくしかないか。あいつ貫通しないからまあ別にいいか。魔導騎士がいいや引いてきても今出せないしな。どうすればここまで。相手破壊したら2600になるから別にワンキルされないし、いけるいける、多分ね、まだなんとかなる。で、走破するガイアもうないから、こいつ破壊されたらね、あのサーチできるんですよ。ヴァンパイアモンスター来た、オッケー。これ走破するガイアないからモンスター効果使える。はい、で、走サラー効果発動、走サラー効果発動で、いや、これもうバンポーヴァンパイアちゃんじゃないの。これバンポーヴァンパイアちゃんしかないでしょ。バンプオブヴァンパイアちゃん持ってきて、でソーサラー除外して召喚権、あ、リリースなくして、召喚して、で装備する効果発動するから召喚成功時、あ、来た神ゲ。ヴァンパイアの領域効果発動で、こう、召喚権が増えました。でソーサラー墓地から除外します。これでヴァンパイアのリリースがなくなります。でバンプオブヴァンパイアちゃん召喚します。効果発動します。相手のモンスターパクります。これでもしバンポバンパイアが破壊されても対象不在で、あいつどっか行くんだよ、対象不在でどっか行く。よしよしよし、来た。いや、すごい試合してない、これめちゃくちゃ遊戯をしてない、いい試合だ。俺はリプレイ保存してツイッターに上げようかと思ったけど、回線弱者だったから無理だった。俺のターン。さあ、お相手の方、モンスターを召喚。リゾネーターおじさんかな。リゾネーターおじさんとヒーローおじさんがいるからね、今ね、ジャック使ってる人はね、結構いろんなね、パターンあるんでね。これこうして、でこれでシフト持ってくるしかねえかな。なんかこれでさ、シフト構えるっていうさ動き方変わってないんだけど、こんなもんなの。なんかさ調べたら、なんか俺ヴァンパイアそんな詳しくないんですけど、あのヴァンパイアの支配だっけ、なんか無効にする、無効化する、なんか魔法トラップ無効にするんだっけ、なんかあのカード強いです。あとあれ、さすがに俺も知ってるのがシェリダンってやつ、なんか相手のパクったなんか モンスターをエクシーズツアーにする場合は6人できるみたいなやついるじゃ ん、あれ強いよな。ヴァンパイアシフトをしっかりと割ってくるのうざい。でもとりあえずヴァンパイアシフトの効果発動、ヴァンパイアシフトでグレイスオバハンを特殊召喚して、でテーエンパイアを発動、そしてモンスターを特殊召喚、もちろんこうよ、モンスターを特殊召喚。うん、まあ強くはないね盤面は。ゴールリゾネーター OK、 いいだろう。でも全勝には足りないと思うから、さすがに多分ね、このターンでは負けないと思うんだけど。ただね、これ5月残んないだろうかな。5月処理されて、オバハン処理されて、まあこのバック伏せてある2枚がサイケロンっていうのがまあ絶望的に弱くて、これがまだ妨害札だったらね、あるんですけど、いやー、これあれかな、サイクロンとか入れてる場合じゃないかな。ここもうちょっと妨害札にして、なんかもう相手のバックはなんかその踏み越えていくみたいなパターンの方がいいかもしれないですね。だからな、狡猾マジ辛いんだよな。結構展開力はあるんですけど、このデッキやっぱりですね、1枚で2枚破壊してくる、狡猾落とし穴って気持ち悪いカードあるじゃないですか。世界一気持ち悪いカードが発動されると本当にちょっと無理なことが多いし、ちょくちょく禁止にするならさ、狡猾禁止にしろよ。おかしいだろ、だから1枚で2枚破壊してんだぞ。まあ局所も1枚で2枚バウンスしてるけどよやってることはおかしいが、両方とも喧嘩両成敗ってやつか。いやー、でも局所取り上げられたらマジできついんだけど。皆さん、どう思ってるかご存分かんないですけど、僕は局所的ハリケーンをめっちゃ愛していて、なんでかっていうと、クソザコスキルとか、クソザコデッキかとかをワンチャン環境デッキに勝てるようにするためには、局所的ハリケーンとかがないと勝てないんですよね。
なんで局所はその弱者救済カードだと思ってたんで、これをね禁止にした。アドバンス召喚ザ・トリッピングマーキュリーきたんだけど、え何こいつ、なんだっけこいつ。アドバンス召喚結構スピード上も選手もしたらこういう人だけど、はい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 。で元々の攻撃力分ダウンして1のバトルフェイズを2回攻撃できる。やばいね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 そういえばそんな効果だったね。やばいねやばいね。いや待ってよ、えこのワンチャン、これエンパイアの効果で耐える説ある？もしかしてエンパイア効果で耐える説は？あ、あ、それ？